はい、じゃあ今回はですね、シンコペイテッドグループっていうのは、日本語でシンコペーションですね。シンコペーションっていうのは初級のドラマーの方が最もこう苦戦しやすいフレーズでもあるんですけど、普通の 4&4 1 2 3 4 1 2 3 4っていうこのリズムがパターンがあるんですけども、これにジャストにもし、演奏する場合は 1&2&3&4&5&2&3&4&5 っていう感じだと思うんですけど、 syncopated っていうのはこのアクセントをこの 1&2&3&4&5 っていうこの縦のリズムを少しずらす、食い込むっていう感じですかね。例えば1&2&3&4&5&3&2&9&5&3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 &9&5&
ですけど、こうタイミングをずらすというか、もうテンポは同じなんです。こうテンポは一定で 1 2 3 4 and っていうのは一緒なんですけども、このグルーヴ、リズム感ですね。 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 2 and 5 and 4 and っていう感じ、こういうパターンを、シンコペーレグルーヴと言います。で、やはりですね、こういうパターンになると初級の方はですね、こう足と手が一緒になってしまう、もしくは足が手につられてしまうっていう現象が起こってしまうので、こちらをですね、5つのパターンを踏まえて練習していこうと、そういう動画になっています。これを2回に分けて、レベル2に分けて、まず初級の第1段階として、今回5つのフレーズをご紹介するので、こちらゆっくりでいいので練習してみてください。よくなりがちなのはこう1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10っていう感じで、こうキックのタイミングとこうハットが一緒に叩いてしまう、っていう感じになってしまうのを防ぐことですね。こうハッツは一定で8ビート。という感じ、こう8、手は8で一定なんですけど、この足だけ、キックだけシンコペイドになる。という感じで、で、これのやり方、これの足が手につられない練習法っていうのを以前も紹介したんですけども、こう細かくこうセグメントにしていく、パートパートでワンフレーズとして、ゆっくりやっていく。例えば1のフレーズだとすると、ワン、ツー。この2番目のフレーズで、こうスネア、ハッツ、キック。で、おそらく釣られるんですけども、ここだけに集中する。スネア、ハッツ、キック、ハッツ、ハッツ。スネア、ハッツ、ハッツ、キック、ハッツ、ハッツ。っていうのができたら、どんどんここから一番最初のフレーズを加えて、ホールフレーズで、総合してやってみるとか。という感じでですね、こうできない部分だけを集中的にこう何度も何度も繰り返してやっていくと。で、できたら、少しだけこれを増やして、また同じ感じで繰り返すと。こういう感じでやっていけばですね、必ずいつかできるようになるので、ぜひ皆さんも試してみてください。それでは5つのフレーズ紹介します。
感じでこの5つのパターンを紹介しました。では、初級編なんですけども、これもできないという方はですね、こう冒頭で言ったようにこうワンフレーズワンフレーズこうできないパターンだけを、集中的にそこだけをにフォーカスして練習して、何度も何度も繰り返ししていけば必ずコツが掴んでくるので、ぜひ皆さんも試してやってみてください。それではまた次回お会いしましょう。